どうも、お席にお戻りください。すっかりね、トイレ休憩ですっかりガラガラになってね、始めたくなりますけどね。立ち止まれよ、振り向けよ、お客さん。ジュリー様がここでしか見れない。テレビに出ません、大劇場に出ません。気に入った場所でしか出演しません。嬉しいですね。普通こんな動画拍手出ないんですけど、ね、身内というのは大変ね、嬉しいものでございまして、まあ今日もね、大変な雨になっちゃいましたね。まあこのね、ロガ公演の関係者の方、晴れ男が多いんでね、まあ先月なんかね、前の日と午前中雨だったのに、当日の午後からね、晴れてきましてね、大変良かったんですけど、私はもう先月はずっと一日雨だと思ったんで、雨の歌をたくさん仕入れてきてね、タイガースのモナリザの微笑みのね、雨がしとして日曜日なんてをね、せっかく止んで晴れてきたのに歌ってね、品種を変えましたけどね、まあそういうことでね、私モナリザの微笑みはね、ちょっと封印しましたので、ちょっと別のやつをね、このちょっと魔音、雨がしとしとに日よ、僕は一人で皆さんが来るのを待っていた。それから封印3秒で切りましたね。私はこれが好きなんですから、が皆さん来るのを待っていた。どんなに遠く離れていても、僕はロカ公園パークライブが好きさ。雨がしとしと日曜日、僕は一人でもパークライブを燃え上がる。ということでね、この歌ね、好きなんですからね、歌ってるんですけど、でもね、大体皆さんね、地元とかね、近いかと思うんでしょ。私は二日目準備じゃないですから。この雨ならね、もうパークライブが好きでわざわざね、来てるんですけどね、あんまり歯に浮いたお世辞だと拍手起こりませんけどね。ありがとうございます。もうね、まあ、でもロカ公園ってね、話変わりますけどね、ロカ公園って駅あるでしょ。僕ね、5年前ぐらい初めて来た時ね、ロカ公園で降りて、もう目の前にあると思ったんですよ。そしたら結構ね、わからないですよね、道がね。で、これ着いたらですね、スタッフの方がね、いや、車じゃないのって言ったから、車じゃないんですからね、いやそれはね、八幡山の駅から環状線歩いたか分かりやすいですよって言って、なんで隣の駅から歩くんだと私は思ったんですけど、それでね、京王線ってね、難しいですよね。大体ね、東急線とかね、井の頭線ってね、確定とね、急行しかないんですよ。で、京王線乗り慣れていない人からだとね、なんか、準特急とかね、区間時給とか言い訳わかんないですよ。だから私いつもね、明大前で降りた時にね、明大前の駅に聞いてるんですよ。なんかバーッと見てね、確定が4本する人だとね、すいません、駅員さん、どの電車がね、八幡さんに行くんでしょうかって、いつも聞いてたんですよ。八幡さん？そんな駅ありませんよ、ってね。
もう最近ようやく八幡山と覚えましたけどね。私ね、夏がね、結構出演者が多いんですよ。なんでかっつってね、お寒い客だから、熱中症防止になるっつってね、これが厳しいんですよ。私も厳しいんですね。今日なんかもう夜一層前のせいで風邪気だとか言われちゃうんでね、今のすいません、あんまり出なかったですね。それではね、沢田研究ばっかりじゃいけないんで、ちょっと昔の歌謡曲ということでね、前もちょっと読みましたけどね、ジョー・ミチルのね、懐かしい曲をね、お届けしたいと思います。ない予想に行くから純さは談話挑戦に持ってやってきた。時はどっか公園、はあ、暗い笛来てごらん、夢と笑いのパラダイス、明るくストレスぶっ飛ばせ、遠いの彼方は胸に抱き、遠い国からやってくる。君に会うためやってくる。ほらほらご覧よ、吹く風も楽しく頬を撫でるだろう。ありがとうございましたね。私たちね、ワンコーラスしか歌いませんのでね、ラジオ中のね、いいところで歌えてワンコーラスね、ワンコーラスね、ここでやってますけど、昨日はね、ある横浜の方でね、子供祭りがあったんですよ。屋外でね、子供100人ぐらいいてね、大体幼稚園とか小学校ね、低学年で、もうすごいですよ、大ビーが大騒ぎで。で、まあ、出たのはね、うちの社長の福和術とね、マジシャンとかね、それからピエロのね、マジ、風船やるのとかね、出てね。で、私には出演には来なかったですね。昭和の会をやってもね、多分弾けちゃうんでね。でもね、すごかったのですね。皆さん何が一番盛り上がったと思うんですよ、お子さんで。一番盛り上がったの。それぞれね、フォア術そのものとかね、マジックそのもの受けたんですよ。一番盛り上がったのが、で、紙切りの人が出たんですよ。で、一番盛り上がったのが、紙切りとバルーンのプレゼントのところ。欲しい人っつったら、子供が、はいはいはいって、すごかったですね。ものすごいパワーですよ。で、紙切りなんかでね、舞妓さんのね、紙なんか、10枚ぐらいあったんですよ。で、これはね、じゃあ大人の人が欲しい人手を挙げてって、小学生みんな、はいはいってね、手を挙げてね。それでもうじゃんけん大会でもう大フィーバーでしたね。まあまあね、一体何のつまんない話をしてるのかね、わかんないですけど。それではね、もう私の方は大体短いんですけど、最後にですね、みんなで盛り上がる歌ということで、このね、すっかり冬めいてきましたけど、真夏の歌でね、タイガースのシーサイドバーンですね。そうなんですよ、早送りになってますよ。こういうのが大きかったですね。おっと、あの海のもとへタイドバーンドーラン変なのみたいですね。
この青い海のもとへ、ジュリー、お二人で歌おう、明るい恋のリズム、ジュリー、二人で行こうよ、海は友達なのさ、ジュリー、二人で踊ろう、海は友達なのさ、ジュリー、シーサイドバンゴーバン、シーサイドバンゴーバン、ララ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 ラ、大体これでフェードアウトして終わるんです。大体ね、予想外のとおり受けるんですけど、はい、ということでね、素敵な、ね、ミュージシャンの方挟まれて大変失礼しましたけど、一応これでね、毒を持った癒しコーナーって言われてますので、ね、受けましてありがとうございます、はい、ということでジュリー様でした。どうもありがとうございました。ジュリー、ありがとうございます。それでね、髪切りの人がね、70歳ぐらいだったんですけど、びっくりしたのがね、よく髪切り僕も見るんですけど、大体もう定番でね、京都の舞妓さんとかね、富士山とか練習されてるんですけど、70のその方ね、なんとね、妖怪ウォッチ練習しててね、それ切ってきてたんですよね。やっぱりすごいですね。だからそれ努力しなきゃいけないんで、私もだからね、歌謡ショーばっかりじゃない、あれなんで、今ちょっと努力してたね、今日やりませんよ。一人ヒーローっていうのちょっと今練習中ですんでね、ヒーロー、キムタクですね、あれを7人ぐらいで全部一人でやるっていうのを、忘年会候補期待でございますね。どうしよう。ちなみにうちの社長の曖昧からそれ絶対やめろって言われてるんです。どうもありがとうございます。